はい、皆様どうもこんにちは、秀政です。はい、今回ね、西成に来ております。はい、西成のね、新しくできたホルモン屋さんなんですけども、ホルモン渡るさんという、ホルモンのね、お店でして、めっちゃ気になってたんです。はい、でね、今回ね、来ることができまして、はい、視聴者様とね、ご一緒させていただいてましてね、ちょっとありがたいです。はい、ということでね、まずこれ生ビールを注文いたしました。はい、じゃあ生ビールでまず乾杯します。はい、乾杯です。まだ朝なんですけど、めっちゃ美味しい。もう朝飲みにいいですね。朝っていうか昼前っていうかね、ぐらいなんですけど、まあ、これからね、ちょっとホルモンの方ね、頼んでいきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。下がりで、あ、はい、すいません。はい、来ました。下がりです。焼きたての下がり、めっちゃ美味しそうです。ミックスホルモンも来ました。ミックスホルモンと下がりです。美味しそうです。はい、それではね、まずミックスホルモンの方からいただいてみたいと思います。これね、横にニンニクつけていただいてますので、これニンニクをね、ちょっと横につけて、はい、ホルモンです。いただきます。うん、コリコリしてて、味付けがめっちゃいいです。肉も柔らかい。うん、うまい。美味しいです。ホルモン大好きなんでね、もうテンションがめちゃくちゃ上がりますね、ホルモン。ビールにホルモンってめっちゃ合いますね。うん、で、次にね、こっちの、はい、いただきます。これもね、はい、いただきます。うん、柔らかめっちゃ美味しいです。うん、朝から肉いいですね。うん、今からね、白ネギを焼いていただきます。白ネギって結構ね、僕はあんまりホルモン屋さんで食べたことないんでね、これは楽しみです。
段は平日は3時から夜の9時までで。え、3時から夕方の3時から。ああ、ちょっと今日はなんだ、どこで。ちょっとは、お正月の早めです。そうです。で、あの、土日、祝日は、昼の11時から12時ぐらいにもやりだすんで。ああ。平日だけは、夕方の3時です。ああ。うん、仕事もすごいですね。うん、ドラジオもね。うん。ほぼ同日というか、暮らしてたら、うん、これなので。うん。すごい。今ごときの、ね、私もこれぐらいできたの。そうよ。できない。ゆりさんのあれは、玉焼きがどうなったの？え？玉焼きは？玉焼き器は今使ってないですね。今は使ってないです。あれね、あの、だし巻き作ろう思ったら、うん、なんか崩れちゃったんだよ。いや、こんなあれって、テレブリになったっていう。あれからどうなったかな。ありがとうございます。卵焼きこっちも頼みました。なんか見て見たおいしそうやったからね。卵焼きすいません、こっちも一つついて。卵焼き、紅生姜がネギあるんですけど。ネギかネギ生姜。あ、ネギで。ネギで。はい。卵、ネギ。卵、ネギ。これはちょっと難しい。あ、やっぱあっさり。なるほど。うん。はい、すいません。はい、すいません。ありがとうございます。はい、卵焼きでーす。めっちゃ美味しそう。でね、こっちがね、白ネギでーす。白ネギと卵焼きと頼んでみました。美味しそうでーす。はい、卵焼きの方ね、今からいただいてみます。卵焼き、おお、とろとろ、うまそうです。卵焼き、はい、いただきます。あ、おいしい。うん、もうね、卵焼き大好きなんです。うん、自分でもあの男飯っていうとね、やってますけど比較になりません。めちゃくちゃ美味しい。いや、ほんまね、美味しいです。うん、僕もこれぐらいこう焼けるようになってみたいですけどね。で、あの白ネギの方もね、ちょっといただいてみます。はい、白ネギです。これホルモンさんと白ネギって結構珍しいかもしれませんね。はい、いただきます。うん、ネギの旨味が口の中に広がる。甘い。うん、これもお塩でね、もう軽く味付け、塩コショウの味付けってことなんですけど、ネギ本来の旨味を味わえるっていうかね。うん、このホルモンを食べながらこのネギをね入れていく、こういう感じで、あの、こう食べ分けるとね、飽きてこなくていいかなというふうにも思いますね。うん、もうビールがねほぼ終わりですわ。うん、朝一にどうします？はい、ビール生一杯目終了です。すごい仕事が強いんだよ。うん、仕事でいいの。簡単に言ってね、小麦粉って言ってもできたら、その時はでも温度が違うもんね。そうですね。うん、え、分かったの？そう、そう、そう。親鶏です。親鶏のね、塩味風でレモン汁を、つけていただいてくださいと
いうことだったんで、このレモン汁をね、今つけさせていただきました。はい。それではね、この親鶏ちょっといただいてみたいと思います。もうめっちゃいい香りがね、もうここからすっごいいい香りしてます。はい、じゃあいただきます。あっさり。これ、ホルモンを食べて、この親鶏ね、いい感じです。間にこういうのをね、入れながら食べていくと。でね、ビールはね、もう生中終わったんで、これ、ラガービール。これ頼みました。はい、大瓶。いただいてまーす。美味しい。はい。乾杯でーす。もう朝からっていうか、昼からっていうか、もう昼ぐらいですけど、こういうホルモン屋さんでね、美味しくいただいて、いいですね。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、西成の方にお伺いして、ホルモン渡るさんで美味しい、ホルモンとかあとビールですね、いただいてまいりました。はい、コスパが良くて、目の前で焼いていただける、で、この焼きだけをね、すぐいただけるということでね、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、また、来たいと思います。皆様どうもご視聴ありがとうございました。はい、またね、次回の動画で、お会いできればと思います。それではこれで失礼いたします。ありがとうございます。